ノベーションによって社会に信頼をもたらし、世界をより存続可能にしていくと、まあ、特にですね、今の不確実な世の中においてですね、デジタルトランスフォーメーション、お客様のデジタルトランスフォーメーションを支えていくということが、富士通の企業活動の大きな柱になっています。でその中でですね、デジタルトランスフォーメーションを支えるプラットフォームとして、さまざまなハードウェアプロダクト、もちろんソフトウェアもありますけれども、そういったものを提供していくというのが、まあ、その一つがスーパーコンピューターであり富岳であるわけですけれども、今回ですね、富岳でトップ500の1位を6月に獲得しましたので、まあいろいろ多くの方から世界一というところで注目されておりますけれども、でもちろんそのプラットフォームとなるハードウェアの中の中核の部分になります CPU、 一般的に言う CPU 機能だけではなくてインターコネクトも含んでますので、まあ、システム LSI と言ってしまった方がいいかもしれませんけれども、まあ、これはですね、富士通が今まで、長年プロセッサーを開発してきたノウハウをつぎ込んで最新のテクノロジーを持って作った、まあ、最先端のシステム LSI というふうになっております。ただプロセッサーの近年のプロセッサーはですね、消費電力が非常に問題になってきております。で特に富岳のように非常に大きなシステム、富岳の場合はプロセッサー15万個以上使っていますので、はい、富岳の心臓部になっています、まあ、CPU といいますか、まあ、先ほどシステム LSI と申し上げましたけれども、これはですね、我々は A64FX という名前をつけています。富岳のプロジェクトの中で言いますと、重点課題ですね、多分今一番有名なのはコロナウイルス関係ですね。飛沫がどういうふうに広がりますかっていうシミュレーションを富岳でやった例というのが出ていますので、我々パラジムシリーズをずっと長いこと使用してですね、バグを取っていくということをやっています。ハードウェアシステムを作っている会社自体が持っているというのは難しいことになってきていますので、やはりですね、そういうところも、CAD ベンダーであるケイデンスさんの力があって今のような高密度高精度な LSI が設計できるようになってきていると。でそういうところもですね、これから回路がさらに大きくなっていくと、そういう、まあ、論理品質の向上を支えていただけるようなツールをですね、今後も提供していっていただけるとありがたいなと思っています。